うん、1時からイベントマッチじゃん。ルールはローラー筆筆。そんじゃ筆で無双する動画の企画でいっかな。みんなもそう思うと思う。絶望のローラー界やっていくわ。最強ローラー&筆みたいなよくわからんルールなんだけど、ローラーと筆しか使えません。そんなポンコツルーラーで今回持ってきたのはバリアブルローラー。この機械見てくれ、スペシャル増加量ガン積み 3.9 ぶっ放してんだよ。これで丸びちゃ速になって遠距離からバッサバッサミライル飛ばしまくって、それでイージーウィンかましていこうと思うわ。クイーボとか使うな、ローラーバトルに。甘いよみんな。僕はローラーでボコボになって、うわ勝てないよみたいな動画にすると思ったでしょ。チッチッチ勝ちに行くわ。まあまあまあ、マンタマで早速やられちゃったが、ここは一旦スペシャル貯めてきたよ。結構塗り、ちょっとこの武器振るの遅すぎない？秘宝バリアブルローラー使い勝手がしづらすぎる。縦振りが重すぎて倒しきれないで、やっぱ横振りで倒すってことが、まあ、一旦ここスペシャル貯めてきたけど、ガチアサリなんだよな。ガチアサリって一番苦手なルールで一番苦手な武器というところだけど、こう横振りどこの判断、今縦振りじゃ間に合わなかったでしょ。やっぱ定期的に横叩きを使い分けていけ。この武器奥が深いんだけど、やべ、うわーべべやべ、ちょっとつい癖でジャンプしちゃって、くやぶきゃ、硬直が長すぎて1000万で眠ってたと思ってはここで一旦ぶっぱなし、これワンチャン事故ります。ちなみにこれで無双していくわ。丸みさ、これ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 、スペシャルに頼っていけ。ノーカットでいくわ、もう勝ちいく。3試合連続でやばい。ボス試合とかなしで、もう3試合そのまま採用するんで、そこんとこよろしくでも、おら縦振り、いや、思ってる、いや、もう、意味がわからない。ちょ、中途半端だな。なんかダイナモローラーの方がいいのかもしれん。もう遠距離ぶっぱみたいなとこ、いや、べべ、ちょっと、横振りが下手すぎて壁が濡れないんだけど、思ってる、やばい、なんかバレてない、やべ、まあ、一旦な、ちょ、待って、落ち着こう、一旦落ち着こう、冷静沈着なキルハ、あ、ちょ、引く、おー、ミサイルぶっかまして、言うて71と56でしょ、全然ここから挽回できる。約束いっぱい来てる、脳死来てる、いや間に合わない、思ってるキル速合わせだけど、後ろにいる、約束、なんか早い、足が早い、こいつドリンク飲んでる、違法ドリンク飲んでるやつがいたが、逆にここで相手に油断させて、後ろからね、裏取りするわけよ。完璧な裏取り。こいつ先般してるわーって思ったでしょ。僕もそう思う。本当に絶望のずんどこ。せめて君だけでも。奇跡を、逃げるしました。2人倒した。2ダウン、2ダウン。クソ。あーもう。何あいつ。どういうこと、もう3人に一体で。ボクサボクサ、追いかける追いかける、いや、あいつのせいで全てぐちゃぐちゃにされた。やっぱいるんだよな。絶対登ってくる。読めてるのに、キャラコンが終わってる。近づけねえよ。ダイナマイテにどうすればいいよ、バリアブル。ミサイルで、奇跡起こせ。さてと、ウォーミングアップはこの辺にしとくわ。もう覚醒しました。このバリアブルブルー、どういう性能かっていうのも、体がもう感じ取ったんで、もうデータはバッチリ。あとは僕のエイム次第って感じ。左から一人、ロックオン。もう縦振り当てていくわ。一旦保留しておきましょう。イカの放流で後でキャッチ&リリースしていきたいところ。あー、パブロ足速くない？うわ、瞬足のシューズ入ってる、絶対あいつ。うわ、陽キャだ、モテるんだろうな。僕足速くてモテなかったんだけど。マジ。マジ。このパターンさっきも見たのはデジャブですか。なんか僕はさっき学んでるから、この立ち回りが結構良くなったんじゃない？さっきよりも。先まであったらとつってデスしてたけど、縦振りをちゃんと使って、縦振り多めに使っていこう。縦振り多めに、ちょっと邪魔しないで、こいつ。終わってる。瀬戸区内のダイナモとか呼ぶ気、遠くからバッサバッサ撃ってるだけじゃん。もう射程でしかあいつ何もしない。こっちは必死に立ち回りやってんのに。もう言うてバリアブルも射程長いと思うんだけど、いかんせん、とどめが刺さない。アサリで勝っていくか、もうカウントで勝った。もう、ルール関与。キルじゃない。やっぱ、キルが目的じゃなくて、ルールで勝つのがスプラトゥーン。あとちょっとで武器、スペシャルたまら。危ない、今、登ってた、終わってた。たまる！地獄のマルチミサイル。二人ロックオン。これに乗じてちょっと進めたいな、カウント。あー、一人当たった。今のはなんで横振りやれなかった？誰か一個ちょうだい。一アサリ。あ、まんめみさん。100エンジェル、ありがとうございます。あ、イカミミさん。一アサリ、ありがとうございます。全然くれないんだけど。これが無名配信者、せちがらい。みんなも忙しいのが、みんなそうだよな。だってみんな日頃ローラーとか使わねえでしょ。だいぶ自分のことだけで精一杯みたいな感じだから。ちょ、自然湧きすら。これ自然湧き待ち、縦振り。あ、自然湧きた。この奇跡の一個で。トルネードアタッキング。縦振りがいいな。いい仕事をした。縦振りで結構牽制にもなるし、塗りも結構発生するんで、これでもう一石四鳥ぐらいもらえるんで、僕は5鳥欲しいんだけど、もう一回縦振りで、あいつ、いや、キルじゃないな、やっぱ。いや、わからん。
もう結局パブロゲーじゃん。結局筆使ったやつが勝つやん、このルール。よし、しばき上げて、これ間に合うか。間に合わない。あそこエナジースタンドあったらね、しばけたんだけど、ちょっとこのままでも22か。なんで一撃で倒せないの。この武器腐ってるわ。なんで今の距離一撃で取れながら僕のクソエムなのか、ちょっと誰か教えてほしい。一角取れる時と一角取れない時の差が分からない。これ一旦ミサイルで下からの贈り物をパスすら、僕もパスしたけど、これ伝わったかな、僕のパス。誰も受け取ってくれてない。ガチアサリにならなかった。冷静になる。一旦ローラーは冷静にならないといけない。ちょ僕ローラー使うとパニックになっちゃうから、深呼吸深呼吸深呼吸で奇数をかか数えよう。4、7、8、17。さささ、ローラーイモルだ。ローラーはイモル。そう、今思い出した。コメントでイモリアタック、これどう今刺さった。でトラップも使いつつ、こうやっていろんなタッで戦って、ちょっと待って、うまいこといかん。なんか入れられてね、終わったわ。こんなに前線で頑張ってるのにパパプロ、お前うぜえな。駆逐すら僕は、くっそ、あいつのせいでめちゃくちゃされた。なんか逆にこれでカウンターアサリが出れて、このカウンターアサリさえ入れればまだワンチャンある。ここでミサイルぶっ放して、ミサイルに相手が困惑してる間にちょっと前に投げて、ずっと持ってると狙われちゃうから、ガチアサリ定期的に、まあ、これ自分へのパス、未来へのパス、これ決まってるアサリだけは決まるんだよな。これビッグウェーブに乗って誰か入れてくれね。 いけるぞ。あ、ナイスナイス。おおリードナイス、神ナイスじゃね。これ残り、これ6個で足りるよね。2人で足りる。2、4、9、18。これが算数ができる男。勝ったぞこれ。相手にダイナモもいねえし、パブロもいねえ、敵がいねえこれ勝ち星だね。逆に味方にパブロいるから、味方にパスしまくってガチャサリ入れてもらえば終わりなんじゃ。しかもこれ縦振りしとけば、これ前線ずっと縫えるじゃん。これでミサイル撃って、でこのミサイルに乗して、また1人2人3人と縦切りが当たる。いや当たったけど、いや先に当たったけどダメージが全然出ないんだよな、バリアブレって。なんか後ろにね、いや見えてる、縦振りじゃんけ横ね、これいやいやいや、縦と横が使い分けるようになったら、ちょっと僕もやばい、これバレて、おお逃走中、イカの逃走中だこれ。実写版のハンターは帰っていて、ハンター終わった後にこれしばけばいいんじゃね。え、なんで今倒せなかった。クソエイム、ちょローラーのエイム難しいんで、丁寧に当てていこう。ちゃんとエイムのなんかエイム矢印みたいなマークが出るんだけど、この矢印通りに狙えば、おらそう、このエイムの盆踊り、それでも一層引きに行くのもいいな。引きに行くって感じ。イモリが刺さったら、刺さりすぎ、これ外役ローラー爆弾じゃない。引きに行くです。裏取りローラーしたかったんだけど、バレてね普通に。なんでバレた。あ、そっか、これローラー立ってる時バレるのが長いから、ここはちゃんとキャラコンティング、キャラコンティング縦振り大根切り。いや当たってるんだけど倒せねえ。意外と先っぽ弱い。あ、終わった。おいうち、あいうち、今のあいうちなの。やべ、味方のパブロが暴れてるわ。アサリ入れすぎ。アサリはパブロゲー。